はいどうも、贅沢は敵だです。ただいまね、ブルガリアの首都ソフィアに来ております。ただいまと言いつつ、まあ本当はね、今いるのは東京なんですけども、この日は前日にルーマニアから中高のね列車で12時間以上かけてソフィアにやってきまして、まあ、その日はすぐに寝たんですけども、まあ、その次の日ということになります。まあ観光の前にブルガリアがどんなところか説明しますと、ルーマニアだったりトルコ、ギリシャ、セルビア、モンテネグロじゃなくて北マケドニアなどにね囲まれている国になっていまして、今回の旅行ではブカレストからグラドソフィアまでさっきの通り鉄道やってきました。その前はトルコのイスタンブールだったりモルドバのキシナウとかね旅行してるんで、そちらもねぜひよかったらご覧ください。1日券買いました。だいぶ歩いたんですけども、この後もねトラムとか乗るつもりなので、1日券があるとここから先の移動がかなり便利になります。あそこのおばちゃんはね、割とちゃんと英語はまあそこそこ、まあオールデイとかね、あの簡単な英語は通じましたし、翻訳機を見せればなんかすんなりね買わしてくれたのでよかったです。ブカレストだとこうはいかなかったからね、ちょっと警戒したんですけども、ブルガリアのソフィアではちゃんと購入することができました。女性のオーナーさんが来ましてね、鍵を開けてくれました。そして部屋が、いや広いねこれ、一人でこれ使うのちょっともったいないぐらい広いね。まさかこんなに広いってことは思いませんでしたよ。ただ間違い電話か。ただね、2泊で1万2000円、1泊6000円ぐらいなので、まあ安いとは言えないけれども、まあ今回はねちょっと豪華に使ってみました。まあもう少し滞在するつもりなら安いホテルを見つけたので、そこに移動しようかなと思います。まあ、ここでここでゆっくりね羽を伸ばして、まあちょっとはね疲れが溜まってるのでゆっくりしたいと思います。いや景色もいいんじゃないこれ。おお、これが7階とかだったらもっとよかったかもね。贅沢は言えません。ホテルでしばし休んだので、今からねちょっと軽く市内の観光に行きたいと思います。割と道路も広くて、他のね今まで行った国よりは少し発展しているような気がいたします。歩行者用の信号がないなと思ったら地下で移動するみたいですね。まあ、メトロの駅もくっついてるみたいです。確か韓国のソウル行った時も、確かに全然横断歩道、人間の横断歩道はなかったので、まあ外国では割と地下に潜って、道路を、ね、移動するというのが、一般的なようです。確かルーマニアとか、キチナウでも確かそんなのがあった気がします。信号の色合いとかがアメリカにありそうな感じですよね。アメリカは3歳の時にしか行ったことはないんですけども、こうなんかアメリカ感というか西洋感がちょっと出ているような気がします。もう少しブカレストとかは無機質というかね、まあ、華やかなところもあったんですけども、それは旧市街が中心でして、なんか街全体が鮮やかでカラフルなのはちょっとブカレストの特徴なので、違うね、ソフィアの特徴なのではないかと思います。ブカレストやキシナウにあったクソボロトラムとは違って、ちゃんとなんか日本でも走ってそうなね、綺麗な鮮やかな色をしたトラムが走っております。まあさっきはちょっと古めかしいのを見たんですけども、大体はこのなんか新しい車両ですね。こうなんか緑と、緑じゃない、青とオレンジのミンティアみたいな色の車両が走っております。あれがちょっと古めのトラムですけど、あれは割と数が少ないです。よし、渡れます。割とね信号が次のところまで遠いので、普通にこうやって通ってやりましょうか。今の時間と次何番トラムが何時に来るかとか、あと何分で来るかみたいな、おそらくそういうことを示しているんでしょう。思ったんですけども、ここは当然車道ですので、ここはバスが来るのかな。僕はトラムに乗りたかったんですけども、今真ん中をこうトラムが来まして、ドアが一瞬開いてすぐ行っちゃったんですよね。これどうやってトラムに乗るんだろう。ここからまさかあんな真ん中で待機してたら引き殺されますので、こうやってうまくこうタイミングを測っていかなきゃいけないんですかね。なかなか難易度が高いですよこれ。ソフィアのタクシーは黄色ですのでよくわかりますね。ただ駅前にいるタクシーとかはよくぼったくりされるみたいなことを書いてあったので、まあタクシーはなるべく使わない方がいいでしょう。まあ、トラムとかバスが非常に便利ですので、まあタクシーは、そんな使う機会がないというかね、必要がないと思われます。トラムが止まってくれた。ここでいいんだな。よかったよかった。
トラムで10分ぐらい移動してきました。ここら辺にどうやら日本料理を出している店があるというので、ね、ソフィアまで来て日本料理かと思うかもしれないんですけど、1週間こう旅行してるとたまにね日本料理を食べたくなるというか、なんかだいぶ同じようなスープとか、まあ芋系のね料理とかしか食べてないので、ああ惹かれる、そろそろまあ日本食を食べてみたいと。まあそれにね、日本食食べたいっていうのもあるし、外国での日本食がまあどんなものなのかっていう、まあ調査も含めてね、あの食べていきたいと思います。どうやらこのソフィアには中華料理屋とかもあるみたいなので、まあいろんなね国の料理があるみたいです。麺の大盛りできるか頼んだらめっちゃ大きいよって言われたんですけども、 65g ってそんなですよね。普通にラーメン二郎とか 300g ぐらい、もうちょっとあるのかな、確かに、ね、300、350とか普通にあったような気がしますけど、普通になんか食べれたんで、まあ、いけるんですけども、まあ正直やっぱりいいやってところですね。まあそしたら日本で美味しいラーメンをたくさん食べるわけです。今回ちょっと実験的というかね、まあ、そんな美味しいものを食べに来たわけじゃなく、気になるから食べに来たわけじゃなくて、別に量を食べたいわけじゃないですからね。そして椎茸、わかめとかなんか変なのもありますね。まあ、わかめは普通だけど椎茸はないよな。これが豚骨ラーメンみたいです。確かに色は豚骨ラーメンだけど、よくわからないのが入ってるな。豆とか、これは貝割れ大根っていうのか。そして日本みたいに割り箸とレンゲで食べていきましょう。あ、でも色は全然、ここ見ると白っぽいけど、なんか醤油スープというか醤油豚骨みたいな感じですかね。これ豚骨か、なんかカップラーメンの醤油スープみたいな、うん、そこにちょっと豚骨が入ってるみたいな、日本で食べる豚骨は全然違うな。そしてこの枝豆と豚骨が絶望的に合わない、うん、なんでこれを入れようと思ったのか。まあ、味だったりも最悪この枝豆はどうでもいいんですよ、まあ、味もこれ醤油豚骨だと思えばまあいいですけど も、 だからもう最大の欠点は全く熱くないことね、まあ、熱いっちゃ熱いけど湯気も立たないし、なんかもうちょっとラーメンなら熱々じゃないとうーんって感じですよね。まあ、ちょっと湯気は立つけど、うん、全然日本じゃぬるいですよこれ。まあいろいろ日本と違うけども、チャーシューはちゃんとうまいね。チャーシューだけ外注してんじゃないかってぐらいうまい。チャーシューはうまいけど、まあ、何でもいいように枝豆が合わないのと、あネギが辛い。これはなんか二郎系とかに入ってる、あ家系か、家系に入ってる、青菜なんだけども、これもまあこれとはちょっと合わないな。まあ、肝心の麺なんですけども、なんかちょっとネチャネチャしてるというか、こう噛むと潰れてなんかネチーとしてる感じですね。まあ、カップラーメンの麺よりは全然クオリティ高いですけども、なんか不思議な麺ですねこれ。向かいには中華料理屋がありましたね。あれはおそらく春巻きとか、まあ、チャーハンみたいなものが置かれてますけども、まあ、ここも味がよくわからないものになってるんでしょうね。うまみ堂のうまみゼロのラーメンを食べてバスに乗ってねやってきましたのは、ここは謎の広場でございます。そして降りましたら、これは誰ですかね、おそらく偉人だと思うんですけども、バルスみたいな、おそらく昔のなんか作家とか、音楽家とか、本を書いた人とかね、まあそれ作家か、まあ、そういう感じの人だと思います。わざわざここにねバスで一駅乗ってきましたのは、この近くに、このソフィアの一大観光地点であるアレクサンドルネフスキー大聖堂とソフィア聖堂があるからですね。その2つはガイドブックには絶対押さえておくようにみたいな書かれたんで、今からそこに行ってみたいと思います。そしてこの公園には、サムイルというブルガリアの皇帝がいまして、まあ、ここに在位が997から1014と書いてありまして、どうやらブルガリアの第一次ブルガリア帝国の王様だった人みたいです。結構ちゃんと作り込まれてて、特に目とかがなんか目力があってね、ガン決まりしております。うん、結構怖いよこれ。
結構デカデカとありましたので、多くの人がねここで立ち止まってさっきまで写真を撮っていました。そしてここから右に90度曲がりますと、あれがアレクサンドル・ネフスキー教会ですね。あ、間違えましたね。アレクサンドル・ネフスキー大聖堂でしたね。これは結構だからでかいモスクですけど、なんか割とね周りはそんな人通りだかりができている感じもなく、すごいなんか整然としている感じでございます。このアレクサンドル・ネフスキー大聖堂はロシア・トルコ戦争で戦死したロシア兵を称えるために作られたものでして、ロシア風に作られております。なんでねロシア兵をここで称えているかというか祀っているかというかね、そういうことをしていますかというと、もともとここはトルコに占領されていまして、その戦争によってねこのオスマントルコの支配からブルガリアは逃れることができたわけです。まあ、それの感謝の意味を込めてこのロシア兵を称えるこういう大聖堂を作ったわけです。どうやらブルガリア正教会としては一番大きいぐらいの規模を誇っていましてね、多くの人がどうやらここに来るみたいです。こっちにはでかいライオンがいますけども、これは何のためのライオンなのか分かんないですね。確かナルニア国物語になんかこんなねライオンのなんか像があったような気がしなくもない。あの大聖堂が美しいだけじゃなく街並みも美しくて、この石畳がね続くこの大聖堂、非常にロケーションは抜群でございます。中は撮影するのに10リフかかるみたいですね。結構銭ゲバです。
レクサンドルネフスキー教会見てきました。すごく良かったです。30分以上ね、中でうろうろして写真撮ったり動画撮ったり、中にはね、座れるベンチもあるので、そこでゆっくり休んだりしていました。中はね、とても涼しくて、外とね、全然違う空間が広がっています。最初ね、10レフを払うときに、あ、なんだケチンボだな、なんかお金取るのか写真撮るのにって思ったけど、まあ、喜んでその入場料として払う、まあ、それぐらいのね、気持ちで出ることができました。中では最後の方はなんかお祈りみたいな感じで、歌っていうのかな、聖歌っていうのかな、こうなんかあのダダダダダみたいな、まあ、仏教のあれに似てるやつが、いきなり始まって、周りの人もなんかこうなんだろう、アーメンみたいなの、サッカー選手がよくたまにやるあのポーズみたいなと撮ったりいろいろしてたんで、まあ、ちょっと邪魔になるかなと思って出てきました。まあ、それにだいぶ撮ったしね。そしてなんか中では火が灯ってまして、どうやらあのキャンドルはお金を払えばなんか、自分でもなんかできるみたいですけど、まあ、僕はキリスト教徒じゃないし、なんか大体そういうのは僕容量悪いので、まあ、なんかあっちとか言ってね、なんかキャンドル落としそうで怖いんでやめときました。やはり観光ブックでも良かったとあるように、アレクサンドルネフスキー教会、まあ、改めていい場所でした。でそれでは次はね、近くにある聖ソフィ、ソフィア、聖ソフィア聖堂かな、あ、そういうところに行きたいと思います。ほんとすぐそこにあるみたいなんですけども、なんかここからじゃ姿が見えないですね。あ、どうやらこの建物が聖ソフィア聖堂みたいです。さっきまでいたアレクサンドル、ソフスキー大聖堂とはちょっと見た目が違いますので、これがねちょっと聖堂とは思いませんでした。おそらく、なんとか様式とかありますけども、まあ、それがね違うタイプなんだと思われます。1階の部分には向こうの聖堂と同じく、まあイコンっていうのかなとか宗教画とか、まあいろいろありましたし、キャンドルもありました。そしてね、中でちょっと祈りを捧げている人もいました。そしてこっちのね、特徴はあの地下にありまして、地下に入ることができるんですね。最初右側の地下の入り口が閉まってたんで、あ、今行けないのかなと思ったら、左側がね開いてたんで行くことができました。中には若い感じの、学生かなのお姉ちゃんと一人、まあおばさんがいまして、なんか質問に答えたら無料だよみたいな、入館無料だよって言うから、どっから来たのって言われて、あ、日本ですって言って、あ、それで終わりでしたね。おそらくなんか調査でもしてるのでしょう。そし
して下の方はどうやらお墓みたいでして、古代ね500何年とかの時代に作られた建物みたいでして、その下の、古墳っていうのかな、たくさんの人のお墓が、最近になって発見されたみたいです。それを、まあ、展示してるというのかな、こうなんか、なんか跡地みたいな感じでね、ちゃんと整備というか見れやすい形にしていましたね。なんか映像を映し出す、プロジェクションマッピングみたいな、ところもありましたし、まあ、割と、整備されているか観光客向けになっている、そういう印象を持ちましたね。とても観光しやすいですし、何より中が涼しいのでね、暑くなったらこの中入るってのもありだと思います。そして受付のお姉ちゃんがめちゃくちゃに可愛かった。まあ、ちょっとね、場所を変えまして、バーズイっていうなんかイスラムのね、建物もあるみたいなので、今度はそっちに行きたいと思います。そしてその裏にはどうやらミネラルウォーターが湧いていて、それをねこうペットボトルを持っていけば、まあ好きに、汲んでいけると、まあ、そういうところもあるみたいなので、ちょっと行ってきましょうか。結構今ね暑くて、まだ結構今、ね、まだ涼しくなったんですけども、ちょっと喉が渇いたのでね、このペットボトルに水を噛みつつ、イスラム教の建物を見ていきたいと思います。またしても日本食レストラン見つけました。みやびだって。なんで外国の日本食レストランはみやびだの、うまみ堂だの、なんかそういうねセンスになるんでしょうか。なんか町田商店とかね、なんかそういうのがあったら面白いのに。これがバーニャバニジャーミーなんですけど、その裏手の公園には多くの人が来ていますね。ここベンチはもうほとんど埋まってまして、噴水でなんか鳥もたくさん飛んでおります。そして目の前に見えるのはなんか史跡みたいですね、何かの歴史の跡みたいです。そしてここで、水が汲めるみたいなんでね、とりあえず水汲めるところを、ちょっと公園、まあ、ちょっと大きいんでね、探してみますか。まあ、こっちはあっちの、ソエソフィア聖堂の近くにいた人たちとはなんかちょっと雰囲気が違くて、まあ、なんだトルコ系というか、まあ、イスラーム系というかな、そういう人たちが多くいる印象です。さっき聞いた公園があそこで、ちょっとね、あそこにトラムの駅があったんですけど、すぐ後ろにありましてね、これがチェシメと呼ばれる場所でして、こうやってね、好きに水をこうやって汲んでいいみたいです。ちょっと触ってみるか。どんぐらいの暑さなんだろう。熱っ。40度ぐらいあるんじゃないかな、これ。確かに温泉としてはちょうどいいかもしれないけど、飲むにはちょっと暑すぎるな。街の人がどんどんね、水を汲みに来ます。僕もね、汲んでみました。ただ結構40なのでね、やっぱりちょっと汲むときちょっと手が熱くなりますね。そして今ちょっと飲んでみますか。うおー、鳩が頭をかすめた。汚いな、座りたくないな、降りか。まあ、じゃあとりあえずブルガリアの天然水飲んでみますか。なんか最初はすごい硫黄の匂いっていうかな、温泉の匂いがしたんですけど、その後はもう口に入れた瞬間にそれがなくなって、すごいね、飲みやすいというか後味が飲みやすいですね。美味しいですよこれ。2回目からは全然硫黄が気にならなくなりましたね。確かに1発目はちょっと温泉が気になるけど、2回目以降はそんなことなく、美味しく飲める天然水です。まあ、ただ欠点としてはちょっと暑いことかな。これ冬なら多分最高だけど、夏だとちょっとね、冷ましてから飲みたいものです。そして改めまして、こちらがバーニャバニジャーミーですね。バーニャっていうのはどうやら温泉のことを表すみたいで、ロシア語で温泉みたいですけど、ブルガリア語でも温泉っていうみたいですね。ゴールデンカムイ見てる人ならね、バーニャって言えば蒸し風呂のサウナみたいなね、温泉の想像するんですけども、おそらくこっちのブルガリアの言葉が映ったみたいな、まあ、そんな感じのことが、ウェブサイトに書いてありました。おそらくこの、ね、今温泉を持ってるんですけども、おそらくそこから由来が来ているというか、まあ、温泉のところにあるからそんな感じの名前をつけてるんだと思われます。قافلتي يا قافلتي المهنية، هبت كالريح كالريح
الريح قوية شبك تنار 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 وضية ثبت كالريح الريح الريح قوية شبك تنار 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 وضية صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي はい、中見てきました。中見たらね、どうやら祈りではないけれども何かこう説法みたいなのをね、してるちょっと偉そうな人がいまして、その前でこうみんなあぐらをかいたり正座をしたり、こうなんか祈りのポーズを取ったりして聞いてたんでね、あんまり最初は取っちゃいけなさそうというかね、なのかなと思って、後ろのちょっとなんか控室みたいなね、ちょっと一段高いところでなんか座って、まあ、話をね、わかんないけど聞いてたっていうか、雰囲気を楽しんでいたんですけども、まあ、中のね、男性と目があって、あ、これ取っていいみたいなね、そしたら、あ、いいよみたいな感じの、なんかジェスチャーしてたんで、ちょっと立ち上がっていろいろ取ってみました。いや、当然ですけども、イスラム教は、キリスト教とは違いますので、雰囲気も全然近かったですね。こうただ天井の文様というか、なんかそういうところはすごいね、美しくて独特でして、やはりイスラム教って確かなんか偶像崇拝禁止とか、なんか肖像画も禁止みたいな、そういうのもあるので、キリスト教みたいな、あの聖人のあれイコンとかそういうのかな、そういうとか、あと聖母みたいな、こうお母さんが子供を抱いてるみたいなものはなかったですし、こう全然ねタイプの違う2つの宗教のこう中を見ることができて、非常に面白かったです。こう短期間でね、こうやってあのキリスト教と、イスラム教、まあ、こういう風に2つをね、対比することができると、なんかね、今までにないような、気づきが、できそうなものです。そして飛行機が飛んでいきます。そしてあの国際空港はここから8キロほどだったんですね。結構近いところにあります。どうやら最近は LCC もここに就航するようになって、若者とかね、いろんな人が遊びに来やすくなったらしいです。ぶっちゃけこのソフィア中央とかから、電車で来る人はそんなにいないみたいですね。格安航空が今大きな、旅行、観光のなんか、あ、やべえ人がいる、まあ、格安航空が今はね、このソフィアの観光の大きな中枢を担ってるみたいです。さて、そろそろ、一度またホテルに帰ろうかと思うんですけども、ここの近くにね、そのトラムの停留所があって、まあ、そこから帰るわけなんですが、その近くにね、食料品売り場があるということで、まあ、ぜひね、ブルガリアのスーパーの物価はどんなものが売ってるのかっていうのもね、まあ、非常に楽しみですので行ってみたいと思います。旅行先に来るとね、大体そのスーパー見ると、あ、なんかここはこんなのが、有名なんだなとか、例えばあのモルドバでは大量にワインが並んでましたけども、ブルガリアではやっぱりヨーグルトがたくさん並んでるのかとか、そのヨーグルトはね、日本と比べてどれくらい安いのかとか、まあ、いろいろ気になりますし、ここの近くにねスーパーがあるので、ぜひ行ってみたいと思います。ブルガリアのスーパーの箱は面白いですね。こうやってベビーカーみたいにこうやって下がコロコロ動く、こうなんか引きずるやつです。これね、日本にあったら超便利ですよ。結構面白いね。そしてやっぱりヨーグルトありますね。味も3種類、そしてこれ全部ヨーグルトなんじゃないか。いやすごいな、これヨーグルト祭りだ。これはプリンか。ヨーグルトはあっちにも広がってる。こっちにもヨーグルトがたくさん売られてる。ヨーグルトとかチーズとかが売ってる前に工具が売ってある。これは草刈り機かな、芝刈り機かな。これはなんかドリルみたいなのが売られてる。めちゃくちゃだよ。ルーマニアとかモルドバでも確かこんなのがある。パンとかドーナツの、取り放題というか、取り放題ではないね、あのこうやって売ってるんですよ。モルドバとかルーマニアでもパンや、ドーナツがこんな感じで売られてました。ヨーロッパでは当たり前なんですかね。150円とは思えないほど大きいパンが売ってる。すごいパンが安いですね、ヨーロッパ。パンは豊富なんですけど、そりゃこういうパンに塗る系も豊富になりますわな。めちゃくちゃ体に悪そうなのあるけど、うまそう。まあ買わないけど。ジャムもたくさんありますね。買い物終了。ここに入れといた水を最後取って終わりです。あっちとかどうかな。水汲み広場にはたくさん人がいます。あそこにある LI なんとかっていうスーパーで買ってきました。いや、乳製品がとにかくたくさんありましたね。ヨーグルトに始まり、牛乳とかね、なんかヨーグルトのチョコレートバージョンみたいな飲み物もありましたし、
まあ字が読めないので何かわからないんですけども、とにかくなんかヨーグルトのアッシュがたくさん置いてありました。そしてアイスもたくさんあってね、しかもそれも全部安いので、まあホテル帰ったらねゆっくり何買ったかとかを紹介したいと思います。ビニール袋なんですけど、これは日本から持ってきたやつですね。海外のビニール袋は耐久性がもう非常にやばですので、まあ、これもちょっと破れちゃってるけど、もう昨日買った袋とか全部ビリビリに破れちゃったんで、まあビニール袋持ってった方が無難ですよ。まあ一番はマイバッグだけどね。あ、これ20番か。そして買ったものの紹介といきますか。まず最初に買ったのがこのチーズバーガー。なんかこの2個セットでくっついててまして、これ YouTube、ブルガリアでね、ここでちょっと、外出かける前に見てたんですけども、その時の確か広告でこれがあったんでね、あ、これ広告なんだと思って買ってみました。まあ、別にチーズバーガー食べたいわけじゃないけど、なんかこんな感じで、ね、売ってるのは珍しいので、買ってみました。そしてね、ブルガリアといえばのヨーグルト。これはピーチ味ですね。他にもいろいろな味があったので、まあ明日とか違うのを買ってみようと思います。そしてこれがアイスクリーム。これ 500g で結構安かったですね。21% クリーム。あ、これがどれぐらい、たくさん入ってるのかわからないんですけども、これ絶対美味しいよなということで、買ってみました。そしてこれが、飲むヨーグルト。あ、2つですね。こっちはなんかでっかい飲むヨーグルトで、こっちもなんか、ヨーグルトです。まあ2種類、飲んでみます。そしてこれはビールですね。これはなんか、面白そうな、なんかかっこいい、ね、デザインだったので買ってみました。調べたらこれドイツのみたいですね。そしてこっちはおそらく国内のビール。名前がディープ。ディープオリジナル、アルコール 3.0%、ラガーなどね、ラガービール。もう一つがビターだったのでね、まあビターはなんか苦そうだからやめとこう。まあ、ラガーがね、何かわかんないけど、とりあえず買ってみました。そしてパンですね。なんかこのタイプの、袋に入ってて、このタイプの袋があって、好きなこうパンとか、ドーナツこうやってね、ハサミじゃない、なんかトングみたいなのね、取るっていうなんかバイキング形式のやつなんですけども、これはね、ルーマニアとか、モルドバでもあったね、トルコではなかったかな。で、僕はね、ドーナツ3つ、これチョコと、イチゴと、そしてこれ中におそらく、ストロベリーのジャムが入ってるやつですね。なんかここら辺は、ミスタードーナツとかで、見るんですけども、これは普通のパンですね。おそらくこの味のついてないパン、普通の本当に、シンプルなパンを2つ買ってみました。まあシンプルなパンこれ朝にね、食べようかと思います。とりあえず一通り、こんなことを、こんなものね、ものを買いました。そして問題なのが冷蔵庫なんですけど、これ冷蔵庫、ビール入れといたけど、冷えてるかな。全然冷えてない。どうやって使うんだろう、これ。わかんないな。これさ、わかんないな。使い方がわかんなかったらやばいぞ、これ。じゃないけど、電源がなぜか抜かれてましたね。まあ、節電対策でしょうか。でも今こうやって入れとけば、大丈夫。多分。今7時過ぎなんですけど、まだ外は明るいですね。そして今目の前にドーナツとビールがあります。まあ、ちょっとゆっくりしますか。ちょっとここのところ移動続きだったし、今日もね、だいぶ朝から移動して、重い荷物ちょっと疲れたんで、まあ、ゆっくり、晩酌でもしますか、一人で。インペリアル一杯。スティームブリュー、なんかデザインがかっこいいね。インペリアル春みたいな。なんか工場と、なんかおじさん。ただなんかこの元から買った時からなんかこの汚れてるからうんちが飛び散ったみたいな、なんかちょっとベトベトしてるし、ちょっとへこんでるし、なんでだろうなこれ。でドーナツ中はやっぱジャムでしたね。うん。めっちゃこんな食生活したらもう帰ってくる頃には体重60キロ超えてるんじゃないかな。今ね、確か51人ぐらいしかないから、帰ってきた時60件になったらもう、他の人がビビりましたよ、これ。やっぱドーナツにビールよりもドーナツにヨーグルトの方がいいですからね。ちょっとこれを開けてみました。これ飲むヨーグルトかと思ったら、わかりますかね？結構固まってるっていうか、普通のヨーグルトみたいなんですね。まあちょっと飲むヨーグルトだけど、日本のに比べたらだいぶ固形ですよ、これ。うん、これイチゴかと思ったら、チェリーですね。チェリーというかブルーベリーか。うん、イチゴではない。でも美味しいな、これ。これは欧米の人が、まあ、なんでこんなに太ってるかって言ったら、それはね、こういうものがスーパーに安い値段で売られたらみんな買っちゃいますよね。なんかすごい太ってるおばさん、これ20個ぐらい買ってましたよ。これはもうデブ真っ白やでしょ。夜のソフィアはあんまり治安がよろしくないのかな。なんか大勢があそこで騒いでおります。カメラ向けてたらぶっ殺されるかもな。適当にね、バス乗って、まあ、行きたいとこがあったんだけど、ボケっとしてたら違うとこでなっちゃいました。乗り過ごしちゃいました。ただ夜の公園は、まあ、治安はそんな悪くなさそうですね。
綺麗な噴水がありまして綺麗に整備されております。まあ、ブカレストとかだと、まあ、こういうことはできませんよ。イスタンブールもちょっと怖い感じがしました。まあ、さっきみたいにちょっとバーのある通りとかね、そういうとこ行くと危ないかもしれないですけど、まあ、公園はね、比較的なんかみんな楽しそうに歩いております。いきなり身ぐるみを剥がされるとか、物を取られるとか、ボコボコに臨時受けるとか、まあ、そういう脅威はあんま感じないですね。まあ、もしかしたらこの後されるかもしれないけどね。裁判所の前には若者がたむろってまして、このライオンはあの聖ソフィア聖堂の近くにいたライオンと似てる個体ですかね。あれ兄弟とかなのかな。夜のソフィアは安全で楽しく夜歩くことができます。こちらは聖ネデラ教会といいまして、どうやら教会もライトアップされるみたいです。聖ネデラ教会が何なのかちょっとここら辺に書いておこうかな。まあちょっとなんか危ないというかね、まあ、なんか騒がしかったりする場所はあるんですけども、まあ、基本的にはこうやって道も広いですし、そんなになんか危ない人もいるわけじゃないので大丈夫だと思います。こっちはなんか違う路線でしたね。これ M1 の1と4、赤と黄色はあっちの2分みたいです。確かにね、 Google マップ見たらなんか違う方角というか違う方向に路線が伸びてたんで気づいてよかった。多分これ24時までしか有効じゃないから、今11時15分なので下手したら、この回数券とか、1日券がね使えなくなって帰るのが、歩きになっちゃうかもしれないんでね。残念ながら今1円じゃないね、1レフもお金を持ってないんで。あー、キリル文字が読めないからどっち乗ればいいか分かんないけど、方角的に多分こっち。まあ間違ってたら、まあもう片方の方乗って2個進めばいいからね。まあ適当に乗っていいでしょ。ちゃんと正解を当てれたみたいで、オパルチェスク駅ですね。セルディカっていうのが、町の中心でして、さっきの駅がセルディカ駅です。でその1個隣が、オパルチェスク駅、まあ、ここから歩いて、5分ぐらいのところに、今回泊まってるアパートがあります。この駅だったんですね。今日昼最初に見たところの駅でした。あ、ここね、ずっとまっすぐ行ってあっち行くと、アパートがあります。あ、ここだったのねっていう、なんかそういうここだったのねとか、なんかそういう、あ、ここに繋がるんだみたいな、そういう気づきがあるとちょっとねこの街を知ったような気になりますね。まあソフィアは、まあ、今回一番、まあ、メインと言ってもいいアレクサンドロフ、スレイフだっけ、ちょっとね、名前が長くて覚えられないんですけども、あ、そのようなでかい、まあ、キリスト系の、建物だったり、まあ、そういうね、バジャーバットジャーミーとかね、そういういろんな、面白い施設を見れることができたんで、まあね、大方、まあ、メインのところは見たと言っていいですけども、まだこの近くには、リナの僧院とか、まだね、それにあの、ブルガリア料理も全然食べてないですし、ヨーグルトを食べたぐらいですので、まだこの街には、あと3日ぐらいいようかな。結構ね、ブルガリア面白いので、ぜひ皆さんも来ていただけると、いいと思います。